はい、えー、どうも、イケメン仮面大胆君です。えー、仕事することができない、えー、生きてる価値のないゴミクズザコニートは本当に、あの、申し訳ないけど、死ね。あの、迷惑だからさ、本当に。あの、俺の前にその、現れると、いちいちこういうことをね、君たちゴミクズに言わなきゃいけないんだ。嫌でしょ、お互いに。 だお互いに嫌な思いしてんだよ、だから。わかるその意味を。君たちもそういうに俺に、俺、俺がそういうなんか仕事もできない、ね、この先生きてたって何の価値もないとか言われて、嫌じゃないのだって嫌だから、相性を追っかけてんでしょね。別に俺がイケメンとかで追っかけてんじゃないんだよ。あの、恨んでるから、 その反撃なんだよだからうん逆恨みなんだよこれはまさにだからその火と油ってあの仲悪いじゃん合わないんだよだからあのお互いにその考えが違うからうんあの君たちのような仕事もできない生きてる価値のないあのゴミくずニートとかとはそういう不審なやつとかと俺は全然違うから うん、合わないんだよ一生合わないんだよだからああ合いません火と油だからそんな人に迷惑をかけることしかできないゴミクズニートたちとはね全然比べ物になんないほんとにだって片方はもう生きてる価値もないん死んだ方がいいっていうくらいのレベルの人間だからねっ 迷惑なんだよ俺の前に目障りなのうん目の前にね現れるとなんかぶん殴りたくなるうん本当に死んだ方がいい人間だからもういいから死ねマジでいらないからさこの世界にそういうなんかプラ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 してる仕事もできないね生きてる価値もないゴミくず ニート。死ね。な。もういちいちこんなことを一生繰り返さなきゃいけないって無駄だと思わないかいい加減に。君たちのそのゴミクズの頭で分からないかあ,あ一生、一生こやるかじゃあ、こんなことを。ちょっと考えろ。な。ゴミ。クズ。ニート。 死ねえ。